にちは、亀久です。さて、個人邸、はい、今回向かうところはですね、まあ、一応豊田市になるんですけど、はい、かなりね、お山の方というところを聞いてます。はい、初めて向かうお庭なので、まあ、ちょっと僕もどんな感じっていうのがちょっと今お伝えできないんですけど、かなり山でなんか素敵なお庭だというところしか聞いておりません。はいはい、ちょっとね、山育ちの僕としたらワクワクしちゃいますね。はい、初訪問ですね。初訪問行きましょう。今回は山本さん、はいはい、っていう方のお宅、お庭になります。じゃあ高台の山本邸ですね。いざ参りましょう。ご覧ください。さて、到着しました山本さんのところなんですけども、これ来る途中ですね、はい、ものすごい坂を上がってきました。そうですね標高が結構、これ愛知の豊田なんですけど、かなり高い。涼しいもんね。すごい。そうです ね、 ね、体感がもう今でも涼しいんですけど、まあちょっとどんなお庭か楽しみです。はい、行きましょう。ありました。山本さんかな。では山本さん、こんにちは。おはようございます。初めましてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとお庭訪問で来ちゃいました。山の上までありがとうございます。これ山本さん、ちょっと登ってきたんですけど、はい、すごいですね。高いですね。これ結構標高というか。そうですね、400ぐらいあると思います。400ぐらいある、はい、豊田市です。これでもそうなんですね、うん、もうすごい涼しいんですけど、もう早速ちょっとお庭の方入りたいんですけど、はい、もういきなりこれお庭と言ったらもうこれじゃないですか。トマト。トマト家庭菜園。園芸店苗見に行った時に、うん、これが見本苗ですっごい立派なのがあったんですよ。はあ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 、すごいと思って、本当にこんなになるかしらと思って、はいはい、もうやってみようっていう感じ。そう、中玉とミニトマト愛子さん。こうでもすごいあれですね、大きいですね。 なってますよね。なってるなってる。ほらボリューム感すごいよ。このぐらいの大きな鉢でやるとやっぱ大きくなるのかな。風が強いからプランターでも倒れるし、そうですね、こう大きいのだと安心して。安心して。結構じゃあ風すごく吹く感じ。吹きますね。吹くときはもうビュー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 吹く、うん、うわここすごいね。なんかもうちょっと広そうですね。私にはちょっと最近手こずりますね。あ、草取りの時期に。そうですね、はい、広いとね。うわこれもう咲きそうじゃないですか。ですね。シャラの木。シャラの木、夏椿や。いいね。植えた当初は、うん、ここではダメかな、日が当たりすぎて西日も当たるしと思ったんですけど、はははは、結構もう居ついてくれて、もう20年。あ、20年。はい、これ向き的にこっち側どっちなんですか。こっち北です。こっち北側。はい、真北。じゃ西。西。あ、じゃあ西日はこうガンと入るわけですね。そうなんですよ。朝と晩というか。今の時期だと冬はもう全く日は当たらないんですけど。あ、多分調子いいですよね。そうです ね、 ね。これ幹もオレンジ色で結構かっこいいわ。うわうわ、結構ダイナミックやねこれ。下付け、ディアボロ。ディアボロ。色がいいですよね。色いいですね。この花というか実というか、こういう、そう、花も可愛いし、花の後のこの実ですね、粒々が可愛いです。下草もなんか綺麗。もうこれはもうね、うん、ほったらかし。クリスマスローズとか、うん、もう全部ご自分でどうぞっていう感じなんです。ああ、もうじゃあ結構でも種で出てきてるやつもあるのかな。そうなんです。もう最初に植えてるこんな小さいの、ちゃんと花壇の中に植えたんですけど、もうあれからもう何年、もう20年目でしょ、うん、そうするともう本体はいないんですよ。じゃあこれはごめん、子孫がいい感じで、そうちょい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 と広がって。そうなん、とても植えれる場所じゃないんですよ、石の間で。あ、本当だ。よく見たらここが一応花壇というかあれですもんね、ここからこっちですもんね。そうなんです。本当はこれがなんかこぼれだね、ここに居ついちゃって。で、株あげようかなと思っても抜けないんです。入らないんですよね。入らないです。あ、すごい丈夫だわ植物って。へー、この辺もみんな間に出てきてる。ここもそう。そう、はー、自然ってすごいね。で、あ、ここ玄関周りか。あ、すごい綺麗。すごいすごいすごい。ゼラニウムゼラニウムは、うん、ここ寒くても大丈夫。冬がね、ベランダの中に入れて、うん、シャッター閉めてもダメです。あ、ダメ。ダメです。やっぱダメ。
じゃあ植えるって感じですか。植える、うん、安い苗を買ってきて、うん、いやいやいや、にぎやかさで、にぎやかさ、かわいい、いいですね。ゼラニウムと今これ結構霜付け綺麗にね、満開ぐらい咲いてますね。花よりも新緑が好きです。あ、葉っぱの方ですね。確かにライム場で綺麗や。ここもすごいじゃん、でっかいアナベルですか、これ。あれ、これ中に木が入ってますね。カマツカが入ってます。カマツカ、カマツカ、西洋カマツカ。カマツカとアジサイ、はい、アジサイはその後ろなんですけど、カマツカがあるおかげで倒れない、はい、そういうことそう、これもでももう15年以上経ってるんですけど、はい、あんまり肥料してないせいか、うん、大きくなってないんです。あ、そこまで大きくなってなくて、はい、なんか支えにアジサイのちょうどいい、ちょうどいい感じで、はい、あ、なるほどね。アジサイの方が多くなった。こっちはこれで支えて、あ、こっちはこの、はい、ヒイラギ、ヒイラギ、なんか麩が消えて黄色になってきてる。真っ黄色になっちゃったんですね。へえ、ね、本当はこれなんですけど、これぐらいなんだ。うん、真っ黄色にちょっと日が強くなってきてる。日が当たらないもんでかな、あんまり。あ、そうかもしれない、うん、日当たりが悪いとちょっと消えるかもしれないです かもしれないです。あ、ここもねなんか共存できてていいですね、いろいろ ね自然な感じでこう支え合ってる感、ね、こっちがヒメシャラなんですけど、ヒメシャラの花は早いんです ね咲くのが。もう咲いてますね、はい、確かに。あ、ヒメシャラね、いいですね。ヒメシャラもやっぱシャラとかヒメシャラとかっていうのはなんかこれ植えたいみたいな感じで最初は。20年前って結構名前出てませんでした。名前、うん、シャラシャラ、あ、シャラっていうことね。シャラシャラシャラって、あ、シャラシャラシャラってねあ、なるほどなるほど。 その影響かと思って、私もなんでこれ植えてるのかな。あの、その頃は、うん、とにかく植えなきゃっていうので、あ、最初はね、何の知識もないですし、確かにね、どういう木があるかも、今ほど情報量とか園芸の種類もね、全然ないですもんね。園芸種ももちろんなかった時なんで、そう、調べようもなかったし。でもいいと思います、僕。姫シャラとかシャラの木大好き、うん、涼しそうですよね、夏場も。そう、枝も綺麗じゃないですか、うんうん、すごくいいなと思って。トヨタのオープンガーデンじゃないですかこれオープンガーデンやってるじゃないですかここでも本当に豊田市って広いですね。昔は違ったんですよ。あ、そう、下山村。ああ、そう、あ、ですよね、下山村か。そう、村っていう、ここあの音に憧れてそうか、そう、村に引っ越してきたんですけど、市になっちゃった数年後にね、豊田市。そういうことか。でもまあいいところは、うん、住所書くときに短い。あ、なるほど、うん、豊田市なのか、ね、そうそうそう、わかるわかる、うん、すごい。寄せ植えも綺麗に私寄せ植えダメですけど。え、そんなことないじゃないですか。いいんですか。もう全然素敵よ。季節によってやっぱこれ寄せ植えは、そうですね、もう夏は涼しい感じ。いや、いいよいいよ。で、お庭が奥ですか。はい、こちらです。さあ、あ、ここもプランターで花台なんですか、これ。花台です。バスケットだったね、これね。そうです ね上は立体感が出ててすごくいいですね、はい、うわ、なんかちょっと壮大だな、これ。綺麗だわ。大きいですね、これは。これはもう切って切って、うんうん、もう本当に大きくなるんで、うん、とにかく切って小さくしようとしてます。アメリカ岩南天、岩南天、うん、結構場所選ぶんで。あ、そうなんですか。そうですよ、意外とダメになる方が多い気がします。あ、そうなんですか、うん、多分なもんで居心地いいんだと思います。あ、多分もう2本ぐらいもう抜いて処分してるみたいな、ね、そう、それぐらいいいんだもうすごいいいな、綺麗やな。で、これは花ズオ、フォレストパンジ、アメリカ花ズオ、花ズオ。これもでかいですね、木が。大きいですよね。もうこれもかなり立ってるんですよね。そうですね、でもどうだろう、20年ではない。最初ここにあったのが違う木を植えてたんですね、はい、で、それらが枯れてしまったので、うん、あのどっか あの DIY ショップ行って、はい、これぐらいの苗を買って、はい、はい、植えたものなんですけどね。これだったら17年ぐらいかな。17年前に結構フォレストパンジーなんかあんま売ってないと思うんですけどね。売ってないですか。あんまり売ってないですよ。今でもあんまり出てないですからね。目の付けどころがいいですね早いですね。ありがとうございます。早いと思いますよ、本当に。この色好きなんですよね。ねえ、うん、なかなかないですよね。
こんな綺麗に広がる動画、うん、でもこれと向こうの突き当たりにある向こうにもありますね、兄弟なんです。兄弟兄弟一緒に買った苗なんですけどね。そういうことか。そうなるほど、場所によってもでもあれが違うかもしれないですね。そうですね、うん、うわちょっと壮大だよこれ。山本さん、はい、すごいよこれ。あの奥の花像、はい、あのアメリカ花像ね、そうですあれが兄弟って言ったんだけど、そうなんです、そこに一緒に買った。行くまでのこの景色もすごいけどこの下よ下見て下にあるやん下にこれはじゃあ下の段と上の段っていう感じの、はい、そうなんです、2段構え的な、うん、そう上はもう芝生、馬芝生ですね、芝生とボーダーガーデン、もう下はもう私の好きなものどうでもいいっていう、ああ本当にナチュラルとかなんかまあそういう、うん、もう自分のとにかく好きなものをどんどん植えるみたいな、はい、そういうスペースにしてます。スペース下から行きましょうか、下から、はい、うわでもすげえなこれ、花の量もすごいしさ。ちなみにこれもう後からまた聞いちゃうかもしれないけど、山本さん一人でやってるんですか。一人でやってます。一人でやってるこれはちょっと大きいものの植え替えをたまに、今年はこれを植え替えたんですけど。植え替えた？植え替えた。昔は下に置いてて。あ、移植したってことですか。そう。で、その次このその後ろに持ってきて、うん、ちょっとこっちに欲しいなと思って今年。ああ、じゃあ結構そういう入れ替えはするんですね。めったにね、でもまだ小さかったせいでそういうのは主人にも手伝ってもらってます。あ、なるほど。なぜこの土地穴掘るのすごい大変なんです。硬くて。あ、硬いんですか。硬いです。おお、うん、すごいな。でもしかも景色見ては絶景じゃないですか。あれ向こうに街並み見えますよ。見えますよね、はい、そう、冬は、秋から冬はとっても綺麗なんですよ。キラ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 光って。あ、そう、海も見える。あれ海も見えます。いや、めちゃくちゃいいロケーションじゃないですか。岡崎の花火が見えるんです。特等席じゃないですか場所ね、場所いいっすよ。ちょっと小さいですけどね。いや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 、これでもすげえな。一人で管理するっていう、壮大よ壮大。草花もしかも多いですもんね。やっぱり20年経つといろいろ増えますよね、うん、あー、もうどんどんやっぱ、やっぱり毎年違ったものが来るから買わないと思いながらも、そういうお店行くのが好きで、好きでね、そうすると家具いっぱいになってますよねそういうことね。どこに植えようみたいな感じでこの辺に植えようかみたいな、植えるとこないのに買っちゃうみたいな買っちゃいますね。すごいな。うわ、これなんかパッと見の印象ですけど、はい、なんか一つ一つの植物のボリューム感っていうのが結構大きいというか、なんか伸び伸び育ってる感がすごいありますね。そうですよね。そう、最近ちょっと狭い庭の特集ももちろんするんで、うんうん、結構細かくちょこちょこちょことか小さくするっていう感じで皆さんやれてるところを見たんですけど、なんか久しぶりにこう開放感があるというか、この植物がうわーっていう一つ一つ、その光景がなんか見れて本来の姿みたいな、うんうんうん、大きさ感はこれちょっと感じられるお庭ですね。うわ、私も結構あの伸び伸び感が好きで、あ、伸び伸びとね、伸び伸びと一つ一つな感じがする。これとかもダイナミックやん。これこれはそれはペルシカリア。ペルシカリアですね、はい、あのクラブのメンバーにいただいたものがこんだけ増えました。これでこう噛むよ、ダイナミックやん。うわ、これは釣り花ですか。釣り花、真由美です。真由美ね、真由美です。これ買って3年目なんですよ、はい、通販で買って、はい、でここに植えて、はい、で2年間はもう夏になると木が眠っちゃったんです、うん、へー。で今年やっと元気になったみたいで。あ、そうなんですね、はい、初めてしっかりとついてくれてます。初めて。初めて。あ、嬉しいね。去年でももう本当2つ3つあったけど、夏にはもうないっていう、うん、やっぱちょっと根っこはちゃんと張るまでに時間がかかっちゃったっていうことが ね、うん、まあでもいいじゃないですか。もうこれからは多分結構毎年楽しみ増えますね。前はここに拳を植えてたんですけど、はい、あんまり伸びるんで、うん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 、切ってるうちに、うんうん、
もう木の形がすごいゴツゴツしてきちゃって、確かに確かに確かに、まあゆみさんにね、まあ、わりかしコンパクトに収まりますからね、この木は。そうですよね、うん、優しい。そうね、この流れる線で、うん、もしゃもしゃはしない感じなん で、ね、いいと思います、涼しげで。こっちはないんですけどこっちはないですけどでもなくてよかったです、この日を当てたいので。ここにあ、こっちは下はこれはキャットミントです。キャットミント、はい、うん、背が結構高いですね。これでも一回あのこれぐらい切ったんですよ。今年？今年。あ、もう切ってるんですか？切って、はい、で先の方10センチぐらい全部向こうの縁に刺したんです。もう離されてますけど。 あそこのキャットミントここのやつなんだ、はい、そうなんです。へ、ここの頭の部分がみんな向こうへ行ったんです。ちゃんとつついて。そうですね、咲いてますね、これらも。あ、ここも、はい、へ、強いですね。強いです ね、ここのアナベルさんはこれまたボリューミーですね、これ。もうね、ライトもライトがライトの働きできなくなってますライトがもう飲み込まれる。これでもあれですか、高さをでも高くしたくてこうしてるんですよね。そうですね、あんまり下から切らなくて、この満作よりも上の方に頭を出したいのでちょっと高めに。でも風が吹くとね、暴れるんです。これでやっぱ風でこっち側にこ う、ね、ガンと来てる感があるのかな、雰囲気的には。結構アナベルね、下できれば下で咲くし、そうですよね、上できればらしいですね、伸ばしていけるんで、高さ調節できるんでいいですよね、その隣合わせの糸、うん、バランス取りながら。ただちょっと茎が細いっていうのがあるんで、ね、風でやっぱこうスコーンってなるのが確かにあるかもしれない。さあ、これ下のエリアはちょっと壮大ですよ、これ。うわ、綺麗に咲いてる。霜付けの色が綺麗ですよ ね、さっきの霜付けとはちょっとまた違って、こっちは花の色を楽しむ霜付け、うんうん、ピンク色とか赤でもグラデーションかかっていいですね、これ一株で ね、見応え十分ですよ。花持ちはそんなに良くないですけど、うん、次々にこう出てきてくれるんで、ね、上がってくる感じが、そうですね、はい、止まらずに出てくるみたいな感じがすごいのと、これはこれはアジサイの仲間、コウキです。コウキね、はい、うん、葉っぱの色がいいですね。葉っぱがね、何、うん、とも言えない。確かにこれって花はこれからですよね。これからなんです。そうですよね、もう今花芽が他のアジサイよりとても遅いですよね。だいぶ遅いんですよね、はい、うん、これもまた背が高くなってダイナミックでいいですね。これはもうこれぐらいで収めたいんですけど、あとどうしようと思います、調節が。調節がね、綺麗よ、綺麗綺麗。ここになんかすごいでかい石があるじゃない、これありますね、石のテーブル。そうと目の前、これ石積みで積んであるんですけど、はい、これなんですか、こういう風にした感じなんですか、しちゃったんですか、もともとここの場所っていうのかな。まだ業者さんがもう買ってすぐに、はい、もうその日に、このままでは平らだととても広すぎると思って、すぐ2段にしてもらって高さを変えて。あ、そういうこと、はい、ここ自体はもともとこの下の段が、ね、平地というか。そうなんですよ、ここ上げてあるんですね。上げてあります、最初の段階で、うん、あ、そこの石積みなんだ。へえ、石のテーブルと、うわ、すごいね、これ重厚感もあって。うわ、このホスタもすごい、これボリュームが大きいですよね。大きい、これガンガンガン、いいな、伸び伸びしとるな。で、これ裏バラとかありますね、バラが誘引もしたってバラ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 。これでも向こうまでなんか行くの大変ですね。行かないです、もうもう行けないですね、はい、これね、行かないですね。じゃあ最初は何ですか、でも向こう側の、うん、これなんか、あ、勝手に落ちたんです、枝が。どういうことですか？フェンスの向こうへ勝手に落ちて、今いっぱい咲いてるんですけど、バラはなかなか私分からなくて。あ、そうなんだ。そう、教えてもらってもやっぱりしっくりこなくて。これなんだろう、このアイビーヘデラ、アイビー、はい、壁、これ壁になってるんですよね、はい、フェンスがあって、すぐに黒い防風ネットがありますよね。あります、あります、防風ネット、あれをかけたんですよ、はい、あまりにもフェンスだと丸々見えちゃうんで。で、なるほど、うん、防風ネット 50% ぐらいの
でそれもすっごい長持ちで20年経ってもなんともないっていう今でもあるんですけど、はい、本当に劣化しないんですね。びっくりです。だけどそれ好きじゃないので、アイビーをたくさん植えてやっと隠れだいぶ隠れてきて、はい、あ、じゃああれか、そうかそうか、最初はそうですよね、フェンスって、うん、見えて、見えて奥見えちゃうんですからね。そう、登ってくる車やら帰ってくる人誰だろうなとか、そういう気になっちゃうしね。そう、確かにね、嫌な感じがあるもんね。やっぱり緑の壁だと植物もこうなんか落ち着いて見えるし、自分も落ち着くので、 IB でね、目隠ししてアマガエル発見したそう、ここさっき、ちょっと画像で映ってないですけど、カエルちゃんがねぴょんぴょん飛んでたり、そうなんですよ、虫さんがあの結構ブンブン飛んでたりするんで。そうなんですよね。やっぱりあれですか、お薬は使ってない感じです？そういうのはやってないんですね。何かいたらもう普通のスプレーをその辺にシュシュってやって、もうそのところだけ使うみたいな感じ、はいはい、そうなんです。毛虫とか、はいはいはい、なんかハエとか、蜂は蜂用で。確かに結構自然だなと思って。カエルとかトカゲとかよく出ますか？出ます。出ます。もうびっくりさせられてばっかりでピョンって出てきて、そう、みんなここで長生きするねって言うんですけど、はい、もう命はだんだん縮まってるんじゃないかって思いますびっくりしてびっくりしていいなあ、いいなあ。でも毎日どこかで叫び声上げてますキャッってあ、なんか出たなみたいな分かる。これあれですか、ディル？ディルです。お、はい、いいですね、お料理にも使えるね、はい、ディルさん。ディルの黄色もなんかとてもいい色してるんですね、うんうんうん、初めて植えたんですけど。あ、そうなんですか、はい、へえ。ディル僕も結構好き、香りもいいし。食べられますか？食べられる、美味しい。サラダで？そう、あの魚とか。あ、サラダにも入れる？サラダにも入れれます、刻んで。あ、そう、刻んで、うん、あ、そのままじゃないね。そのままでもいいんですけど、結構ね硬いところとか、あの繊維質なところ引っかかる時あるんで、結構細かめに決めて振りかけるとね、ちょっとだけ結構食べやすくなって、はい、美味しいです、はい、花は食べないですよね。花食べてないこれ実も食べれるんです確か。あ、実もなるんですか？実もなります。実っていうか種が、種か、種がね。いや、この間の風で、あの一番最初の花、大きいのが咲いてたんですけど折れてしまいました。今支柱でしたけど、やっぱ風で、そうだね、ところどころやっぱ支柱してるのと、今ちょっと若干倒れ気味なのはやっぱり風とか雨で食らっちゃった感じですかね。確かに確かに、そういった部分はありますよね。うわうわうわ、奥まであるよ。グラスもすごい、これ背が高くて、やっぱでもこれあれか、やっぱこういう止める支柱。そうですね、これをやらないとこう、うん、他の子がもう潰されてしまいます。全部入ってきちゃうんで、はい、結構こういう結構柔らかい葉っぱで、うん、すごい柔らかいんですよ、うん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 、風がなければねあれかもしれないですけど、やっぱ支柱は必須ですね。山本さん、これなんですか？これは穂咲き霜つけ。穂咲き霜つけ、はい、へえ、変わってるねこれ。可愛いんですよね、空に向かって結構姿勢よくピンと立つんですか？そうなんですよ、空に向かって。もつぼみも可愛いし、花が咲いてるのもか、満開時よりもこうミックスの方がいいですね。あ、つぼみとね、はい、満開と、だんだん順々に咲いてくるって感じなんです ね、 これそうですね、一気にバンと咲き上がらずに、うん、まあ、それもいいのかな。あと姿勢いいですねこれ。姿勢がね、直立性なんで、直立でまっすぐと倒れることもなく、はい、穂咲き邪魔にならない、いいですね。ちょっとチェックしとこう。うわ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 、ここも来ちゃいましたね。来ちゃいました、ね、来ちゃいましたね。もうこのアーチとベンチ、はい、屋根のこれすごいじゃないですかこれ。このアーチ、あ、クレマチス、あ、バラもありますね、うん、はい、バラとクレマチス、ガンと、あ、こっちもクレマチス。そのクレマチスはもうなんか元気が良すぎてボリューム出すぎてちょっと困ってだって感じですあ、そうなんですか、まあ、確かにわーっとなってますねこっち側は、こっち側はちょっとおしとやかにね。そうなんですよ、うん、今ちょうど咲いてますね、うん、エール福島です。あ、エール福島、ダイアナ系なんですかね。そうです ね、 ね、うわー、いいね。でバラも入ってるんですけど、この建物というかこれまたちょっと変わってるじゃないですかこれはどうしたんですかこれ
衝動買いです。衝動買い。衝動買いです。これまたちょっと変わってるな。いや本当にブルー系がその時は庭に欲しくて、はい、でたまたま。これブルーがあったんです。ブルーってこれ塗ったわけじゃなくてですか？塗ったわけじゃなくて、もともと、もともともっといいブルーだったんですけどね、もう何年も経つので、もっと今もあそういうこと空色になってますけど、もう空色に塗ったかと思っちゃいましたよ。いや抜けたんですね、これ。そう、色抜けて。はあ、ちょっとでも変わった作りをしてるな。結構丈夫なんですよね。丈夫そうだし。体重制限ないんですよ。体重制限ない？これどこのあれなんですか、これ。これはイギリス製です。あ、イギリス製。はあ、すごいわ、なんか作りが。ちょっと衝動買いしたのは若かったせいでしょうか。衝動買いした。衝動買い、憧れて欲しかったやつ。そう、色がね、色に衝動買いしたんでしょうね、でしょうねって、もう思い出になってるじゃないですか。いやでもいいじゃないですか、ここで座って。そう、ここに座るとね、もうなんかこっちから見るのとやっぱり全然違いますね、向こうからこう来たのと。そうですね、うん、こっちから奥を見る景色、うん、逆にこっちから見た方が僕好きかも。私も好きですね、はい、向こうからこっちっていうより、はい、こっちから向こうが結構いい感じなので、こっちから見るともっと自然な感じがです。確かに確かに、うん、こっちからちょっとぜひ見てください。さてさて、この下のガーデンも素敵なんですけど、ちょっと上上がりましょうか。さて、上の段登ってきましたよ。うわ、綺麗ね、これ。いい色してますよ ね、 ねえ、ネギちゃん。うわ、いい色。またここはここであれですね、なんかすっきりとこうボーダーガーデンみたいな感じで、そうですね、うん、下をかき分けてこう、うん、入ってくるっていう感じなんですけど、ここは本当にこう両サイドに整理されてる感じ。行きましょう。こっちもメギですね。これ種類違うメギですね。今実がいっぱいなってますね。本当だ、可愛い。小さな小ぶりな実がたくさん出てますよ。でこっちの家っ側、うわーすごいな、これバンバン咲いてますね、クレマチスね。そうですね、うわ綺麗。このクレマチスなんて言います？アラベラ。アラベラ、うわー綺麗よ。でこれはあれですね、サルスベリです。サルですね、うん、うわすげえ色だな、これ綺麗な色ですよね。最近ね出たんですよね、クロボドーバのサルスベリ で、ね、これも、うん、結構成長早いので、私買ったのこんなこれぐらいの枝ですよ。はいはいはい、はい、もう3年ぐらいしたらこんなですよ。でもまだわりかし新しいんで、うん、小さいサイズしか僕もあんま見たことなくて、うん、大きめのサイズのこれどうなるのかなと思ったんですけど、結構黒いまま残るんですね、色が。そうですね、思ったより、うん、結構インパクトあるなと思って今見ちゃった。真っ黒ですよね、こうあのこっちから見ると。真っ黒だし、ちょっと葉っぱの出方もちょっとおもろいなと思って。こういつもこうカールしてるような葉っぱでね、なんか出方が面白いというか、とてもサルスベリには見えないっていう。でここはコンテナすごいじゃん、でかいコンテナとか。これは冬の残りとミックスして、うん、今年入れたのもあるし、あ、はい、じゃあちょっとリフォームしてというぐらいな感じの。そうです、コロキアとかアスチルベとか、うん、こういうかわいい、こういうのはもうそのままなんですけど、はい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 、はい、カルナかな、うん、ランタナとか去年入れてたらやっぱり寒さに様子見てたけど、やっぱり芽が出なくて。なるほどね。うわーでもいろいろあるわ、草花も綺麗ね。これこれめちゃくちゃ綺麗、可愛い花だねこれ。可愛いですよね。これなんていうお花になります？これはヒベルティアって言います。ヒベルティア、はい、あんまり聞かないな。これもまだあのちょっと寒さが残る時期にお店にあったんですけど、はあ、花がすごいいいんですよ。あのこれめちゃくちゃ可愛いね。花持ちが良くて。あ、花持ちもいい。そう、へ、花持ちも良いし、変わってるよね葉っぱも。買った時より倍ぐらいにはなってるって思うんですけど、うん、うーん本当にこのオレンジ感いいですもんね。いいですよね、花も可愛いし。あ、びっくりした。水やりさえ気をつけてれば結構丈夫。ちょっと乾き気味に。うーん、初めて見ました。初めて見ました、可愛い。この辺もネカルドニアになるのかな、これは。
可愛い花ですよね。可愛い小花だ。なんか下のダイナミックな感じの庭とちょっと打って変わってあの可愛らしい小花がこの辺のコンテナ系、うん、入っててまた面白い。うちもあの小さい孫が今2年生7歳でいるんですけど、はい、もう本当にお花が好きで、あ、だからやっぱりそっちの年齢にもちょっと意識して合わせながら、そう、可愛いのを入れてあげなきゃと思って、うん、可愛い可愛い全然いい。へ、しかもこっちはこっちで今度ダイナミックな、これ来たね、これすごいよ、これダリア、こんなになるとは思っても見ませんでした。これすごい勢いですね。これ去年 の、はい、あのポット苗だったんですけど、はあ、ポット苗、ポット苗でこんなに大きいの咲いてないから、なるほど、ちょっとこんなのが咲くってもなるほど、私もびっくりして、もう孫の顔より大きくない、本当よ、20センチぐらいよ、平気である。うわ、ダリアっていいよね、ここまでなんか大きくできると。つぼみがいいんですよね、あの開き具合のつぼみ、ここね、変化がすごいですよね。そう、最初本当にポッチッとしたつぼみなのに、ね、だんだんでかくなってって、まあ、これも本当になんか先別れというか、一気にっていうよりなんか徐々にこう来るんですね。そうですね、うん、順番が、これもなんか見れて面白いこれもでかいしさっきコマだなと言っとったにもかかわらず、なんかもうでかいのが来ましたね、ガツンと。本当にね、これの3月の後新しい葉っぱ出てきますが、ね、冬場も小さく買ってるんですけど、うん、はいはい、やっぱり徐々に今の時期になるとこんなに大きくなるんですけど、ボリューム満点、やっぱり花が咲くまでの葉っぱの色が最高にいいですね、うん、最高に、うん、カラーリーフでね、オレンジ系の綺麗な色してますもんね。すごいわ、面白い、なんかダイナミックなものがあったり小さなものがあったり面白いですね。でここも宿根草を入れたり、ゼラニウムも入ってたですね。ゼラニウムは宿根では、ここでは宿根では無理なんですけど、ここやっぱり赤色をところどころに欲しくて混ぜて入れたくて、はい、持てないと庭伝台が眠ったような感じになるんで、はい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 、赤いのを入れてちょっと目を覚まさせて、確かに確かにモチベーション上げるみたいなね、でここ振り返ってもさ、こっち側も結構おしゃれにやってありますよ。これこれなんですか、これアリウムヘアです。これ変わってるね、またアリウムのヘアこれが正常なんですよね。そうなんですよ、面白いのニゲラみたいな見方的には、面白いね、これ面白いです、ね、咲き始めはちょっとこうやって直毛ですかね直毛からだんだんとパーマメントのかかってこう暴れてっちゃうみたいな、アリウムヘアね、アリウムヘア、あ、面白い、アリウムヘア案外と風強くてもそんなに倒れてないですね。倒れないです。それに手入れがいらない、種でまた来年も出てきてくれるので、それにちょっと肥料をあげるぐらい、あげるぐらいで、あ、結構優秀かもしれない、これ場所取らないしね、場所取らない、葉っぱが出てるわけでもないんで、葉っぱがないですよね、葉っぱない、ね、そう、葉っぱ見ると下の葉っぱってほとんどないんでなんか全然下草邪魔する感がないんですよ。そうですね、うん、でこっち側もこれダリアと、これ変わってるね、これアルストロメリア、ロックンロール、ロックンロール斑入りのアルストロメリア、そう、アルストロメリアに、もう花を見るとアルストロメリアかなと思うんですけど、そうですね、葉っぱが面白いんですよね。花は見んかったらこれちょっと分かんないかもしれない、何か名前がいいですよね、ロックンロール、ロックンロール、ロックしてますか、もうロックンロールいきましょうかって感じですよねノリめっちゃいいやロックン、踊ろうかやっぱりその年代ですからね、山本さんおもろいな、ロックンロールしようよこれで隣のこれもう強烈ですね、これ、そうですね、うん、これ強烈な色だな、これ名前忘れたんですけどね、こう銅葉も、銅葉というかもう黒ですね、そうなんです、夕方の日がもうちょっと今沈んだっていうぐらいになると、うん、もう太陽の光じゃないので、うん、これがもっと銀色がかった黒っぽくて、シルバーもかかるんだね、これ多分、そう、確かに、だからね、もう良すぎてちょっと怖いっていう、良すぎて怖い怖いわかるわかる、あ、こんなに良くていいんかみたいな、その色がね、もう弱すぎて怖い、ちょっと良すぎるんだけどちょっと怖いよっていう、あ、すごい存在感ね、そうですね、去年のね、うん、これで10倍とは言わないんですけど、でも
6、7倍いってると思うんです。じゃあやっぱなんかダリアって実際この下にもあったんですけど、ここ調子いいんですね、うん、調子いいですね場所、うん、こんなにでかくこの辺じゃならんと思うんだけどなと思うぐらい、その下のエリアもここのエリアも気温差なのか分かんないですけど、うん、すごくダリアが綺麗っていう印象ありますね。うわーいいですねこれ。ほら実ができてます。ローズヒップできるかな。実ができてます、うん、これもこれは何になるんですか。これ北海道のハマナス。ハマナスね、はい、うん、よくあるやつなんですけど、花は一日花なんですけど、そんなにあれですもんね、はい、でも実がこれもそう、そうです、咲いてますねちゃんと。咲いてますね。こんな花ですね。美人です。うん、綺麗なんよね、まあ、だけどやっぱ花持ちっていうとちょっとね、うん、花持ちよりももう実が楽しみで、これがオレンジに変わってこの辺がもうオレンジの実だらけになるっていう。あ、やっぱりね、もう完全にローズヒップというか、うん、そのローズヒップの中でもやっぱ群を抜いてでかいですよね。ポチ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 っていうのもあれなんだけど、うん、やっぱこうハマナスクラスっていうと本当にこれ本当に大きなブルーベリーがあるんですか。 そう、そのサイズですよね、うん、これがちょっとオレンジとか赤くなっていくっていうのが、うん、なんかこれはとっても存在感出てくるんです。そうなんですよね、花というかこう実で楽しんでほしい。楽しんでますね。楽しんでますね。この実がもう楽しみで好きそうね実がってもう実が大好き、好きそうな感がもうキュッとすると感じられました。これは何ですか。これこれちょっとまた変わった樹木になるのかな。樹木ですね。樹木です。これ何ですか。コリルス。コリルス、そう、ヘーゼルナッツなんですけど、ヘーゼルナッツのね、動画ね、それの雲流タイプ。雲流。雲流。くねくねです。うわ、本当だ、珍しい。雲流タイプのヘーゼルナッツなんかあるんだ。実はなりにくいそうです、これは。あ、かもしれないですね。はい、じゃあ大きさも多分そんな大きくならないですよね、きっと。大きくなるんですか。大きくなると思います、これは。じゃあこれそんなに経ってない感じ。うん、もう3年ぐらい。あ、3年ぐらいね、はい。確かに言われてみればうねうねしとるね。まあ切りますけどね。そうですよね。雲流タイプの樹木ってそんなに大きくなる臨床はないんだけど、まあでもただ樹木類なんで、そうね、雲流の梅とかさ、桜とかあるんですけど、生育はちょっと遅い印象なんですけど、まあ、結構でもバンバン出てきてますもんね。そうですね。ヘーゼルナッツか、面白いのを使うな。じゃあ山本さん。はい。素敵なお庭ありがとうございます。途中からちょっと面白くなっちゃって、面白くなってきちゃってる。ちょっと山本さんの話をもう少し聞きたいなと思いますんで、はい、ちょっとお時間よろしいですか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで山本さんありがとうございました。ありがとうございました。今からお話の方をお伺いしたいと思いますけどもまあ気になることがいっぱいあるんですけど、はい、まずはここのお庭、うん、まあ、先ほどちょっと大体20年ぐらいという話をお伺いしたんですけども、はい、じゃあ20年前からまあお家とお庭をっていうところ。全くなかったんですけどね。さら地のところ。そう、全くさら地で、なぜそのなんて言ったらいいんですかね、ちょっと印象的だったのがここ本当に高台というか、あんまりこう栄えてるところと離れてるじゃないですか。そうですね。そのどちらかというと結構離れた場所、はいはい、なんでこの場所を選んだのかっていうところが結構気になるんですけど。やっぱりあの夏場も涼しいし、やっぱり高台ということで風がよく抜けて、あとビルがないしコンクリートの道もない山が多いですからね。もう風が、確かに日が沈むと風が涼しくなる、うん、植物に優しい、うんうんうん、それで、もう南向きですね。へえ、はい。ということはあれですか、なんか植物を、うん、もうまあ極端だし、そのお庭もやりたくてっていうのがあってこういうところに来たっていう感じ。そうなんです。イングリッシュガーデンを作りたいっていう、あの、はい、自分の中にあったんですか。はい、もうイングリッシュガーデン作るぞ、これがなければ私の人生はないんじゃないかな。ちょっと待ってくださいね。そのちょっと戻していくと、はい、なぜそのじゃお花のなんかお仕事とかお花になんか憧れてっていうのが、そのまあ家を建てる前の段階、うん、それは全く、花はもともと子供の時は好きでしたけど、はあはあ、まさかこんなお庭を作るとか計画の中には一切、私の人生の中にはそういうレールはなかったんですけ ど、じゃあなんかきっかけになるところがやっぱりどっかゴーンとあって。そうですね。そこからですよね。そうですね。それ何だったんですか、ちなみに。それはあの子供たちも
留学を経験してもう大学終わる頃、うん、そしたらもう私もじゃあ留学しようってどういうことだじゃあ私も生涯学習を英語にしようって思って、英語を学びたいっていうところですね。そう、うん、もう行った方が、ま、全くのゼロから。うわ、すごいモチベーションですね。アルファベット知ってましたけど、うん、分かります。子供の時は英語大嫌いで勉強してなかったんで、すごいモチベーションですね。英語をそこから学びたいっていうところ。そう、まあ、でも日本で学ぶとすぐ値を上げてものにならないだろうなと思って、まあ、まあね、あえてどこ行ったんですか？イギリス行ってきました。なるほど、行っちゃったわけですね。そうなんです。ほんでもとっても大変な思いを日々しまして、言葉がわからない、うん、もう何言ってるやらわからない。はい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 。ちょっとストレスはストレスですよね。そう、ストレスもあるし、まあ、勉強も大変だし、うん、一人で夜勉強しなきゃいけないし。あ、確かに確かに。もうそれでもう悲しいやら泣けるやら、もうストレスはいっぱいやら、でもそういう時に、はいはい、うん、あの個人のお庭とか公園とかで機会があれば有名な場所とか、そういうとこをしょっちゅうあの歩き回って、へー、でぼんやりとそこで時を過ごしたり、うんうんうん、そうしてるうちにこう数年後帰ってきたら、もうそれがないと、うん、もうその緑が見えないとっていう心の中にあるイングリッシュガーデンの景色、うんうん、それを今追い求めて、でもだんだん崩れてるんじゃないかと思うんですけど、月日が経って。いやいやいや、でもまあ本当にそういう、とにかく緑に囲まれたいとかっていうのがあって、うんうん、もうちょっと離れたところだけど、やっぱり山のちょっと上というか、そうですね、それにこういうエリアって市内より土地が安いし、まあ、イングリッシュガーデン場所がいるのでやっぱり、ね、広く買わなきゃいけないので。確かに、もうすごい天気ですよね。まさかだって留学して、うん、本来ならね、うん、その学校学のなんかっていうところだったんでしょうけど、やっぱその時の光景っていうのがずっとこう印象に残って、 それをやっぱり やらないとっていうか、やっぱりイングリッシュガーデンですごい自分も癒されたし、なんかそういう癒しの場所。あれ、ちなみにさっき個人邸もって言ったんですけど、うん、僕ちょっと恥ずかしながらイギリス行ったことないんですけど、うん、向こうのお庭とかっていうのは、うん、そのオープンガーデン的な個人開放してるんですか？あのそれは、うん、あのご存じだと思うんですけど、イギリスのオープンガーデンはとても厳しくて、うん、イエローページありますよね、うん、それでやっぱりチェックしてからオープンガーデンできますよって入りますよとか、もうちゃんとね情報を見て、はい、うん、それがやっぱりオープンガーデンの時期になると、はい、そういう情報来るので、どこどこにありますってやってますとか、はい、大抵はもう本当に立派なとこで、お金持ちだなっていう、あのお池も広いし、おシラブもいっぱいあって林もあってとか、グラス系もものすごく大きいものが育ってたり、ダイナミックな景色っていうのがとても多くて、やっぱそこに憧れてっていうところであると、やっぱり憧れるっていうか、うん、そういう景色がもう残りすぎちゃって、残りすぎちゃってね、はい、まあ、今まで見てなかったっていうのももちろんあるし、うんうん、まあ、ちょっと言ったらあれだけど、ちょっと心が病んでた部分もあって、そうそうそう、心の中が ねもうぐちゃぐちゃで、ぐちゃぐちゃの時にそういった光景をやっぱ見て、うん、もう余計にそれがぐわっと入ってきたわけですね。そうですね。なるほど、すごい、なんかそれは逆に響くな、今までの方とはちょっと、ちょっと違う入り方を、ちょっと、うん、そうかもしれないお庭に関して言うとね。そう、だからそれまでは全く引っ越して、うん、新しく場所を変えて、うん、家建ててっていうそういう計画はまるでなかったので、行く前にそういう計画があればもっと違う目線で、はい、庭もあのちゃんと設計図入れたりとか向こうで真似たりとか、植物の、ま、名前を書き出してたりとか、そういうのをできたんでしょうけど、全くそういう計画はもう頭の隅にもなかったですからね。でももうこれがらしさじゃないですか結構庭ってね、うん、そのオーナーの人柄とか個性とか、うん、性格結構出るなと思っていて、なんか僕そういうのが楽しいというか、うん、なんかそれは山本さんらしさかなと思うんで、なんかもう見てて今日も楽しかったですありがとうございますキャラもいいしね
ポジティブだしね。あすごい。でじゃあまあ日本でも、うん、日本でもじゃないですけど今、うん、入り口にありましたけどトヨタオープンガーデンっていうところ、はい、今一応クラブというか、はい、団体に所属して、うん、まあ時期になればじゃあうちでもオープンガーデンやろうかっていう、うん、一応やってますけど山の上ですからねそんなにいっぱい人は来ないともう時間かかりますからね。まあそうですけどね、うん、今度は逆にこう見てもらえる見てもらう立場というかあのそれは、うん、いいあの草取りのモチベーションにはなります。あやっぱ来てくださって、はいはい、草を取らなきゃっていうのがあるんで、うん、見られるというかね、はい、で草がボーボーしてるのもちょっと失礼なので、はい、せっかく足運んでもらえると、うん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 、植物もね大事にしたいし確かにやっぱオープンガーデンやられて見られる方も広がって、で要所要所なんか友達間の中でいろいろこう種をああそれはとてもあの、はい、自分が今まで知らなかったものとか、うん、やっぱりありますよね。ありますあります。一年草でもそうなんですけど、うん、僕も知らなくて行ってこうやって聞いたりしてあこういうのあるんだとかって僕も思っちゃうんで、うん、ありますよね。やっぱ今まで持ってなかったものを、うん、で入れると結構馴染んでくれるのでとても喜んでます。と いうことで山本さん、はいもう今日ちょっと運命的な出会いをしてしまったので僕も田舎育ちなんで、こういう音がなくて、ちょっと BGM これ動画入っちゃってるんですけど、もう鳥のさえずりが絶え間なくここ聞こえるんですよね。静かでのどかで全面緑っていうところです。僕も育ったんで、すごく心地いいのここずっと山の方です、ね、山の方もうちょっとね、そうなんでね、すごく親しみ親近感、うん、あのということで友達にありがとうございます、はい、なってほしくてですね、はい、じゃじゃんじゃじゃん花友花友、そう最近できた、はい、できたというか、まあ、昔からね花友半友ってあるんですけど、ええまあ、ちゃんとこうもう出そうかっていうところで、はい、これ友達の証明石シリーズ、ありがとうございます、はい、とても嬉しいです。嬉しい、はい、嬉しい、よかった。もうカーキ大好きなんで。あカーキ大好 き大好きよかったわ、カーキ色出してまあちょっと気分が良かったら来てくれてください。はい、ありがとうございます。でもないです。でも大事にしないといけないから、いやもう作業とかでどんどん来てほしいかなって思ったりします。古くなったらまたそう、またあの来てください。またあの取材にさせていただきたいと思いますというわけで今回の川上くんガーデンチャンネルは山本さん家のお庭ご紹介しました。よかったかなと思う方ぜひともせーのグッドナイスグッドボタンの方よろしくお願いします。お願いします。あとこのように川上くんガーデンチャンネルでは個人で活躍する方のお庭の特集どんどんしていきます。よろしければチャンネル登録ボタンお願いいたします。で山本さん本当にまた来ますんで、はい、今後ともお付き合いぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。